どうも、マックスゆきです。私は本日、以前、ペヤングペタマックス ×3 をやったとあるスタジオにいるんですけども、本日なんと私に挑戦状が届きました。はい、それでは早速、そのものを皆様にお見せしましょう。そのものは、こちら！はい、ドーンって、これ何ですかって感じなんですけど、なんとね、有楽者さんっていうところ、おもちゃさんがありまして、そこと、ソーマンさんという僕の知り合いの方から、なんと挑戦状を取りまして、この中身のものを何分以内に何枚食べたら賞金5万円くれるっていう謎のチャレンジが来たんですよ。だからちょっと開封したいと思います。なんだこれ、あんまり重くないんだよな。何なんだろうこれ。ちょっと商品名見えちゃったよこれ。はい、こちらドーン、東京限定ポテトスナック激うまカレー風味って、これバリバリのヒカラさんじゃないですか。完全にこれヒカラさんですよね。もう大炎上系って書いてあるので、これあれですよね、有楽者さんですよね、店長さん。これこんなのあるんですね、知らなかった、俺初めて見たわ。はい、というわけで今回これをですね、なんと制限時間10分以内に100枚食べきれたら商品5枚差し上げますという挑戦状をいただきました。で、これ100枚10分で、ちょっと正直ちょっとわからないんですけど、どうなんだろう。でも、一応、なんかもう全部食べやすい状態にしていいってことなので、全部これ、食べやすいようにしたいんですけど、ちょっともうこのまま開けちゃおうか。あ、なるほどね。こうなってるんですね。あ、2枚入り。これ1袋に2枚入ってるんですね。これが、8個入ってるんだ、この1袋に。あ、1箱に。じゃあ、食べやすいようにもうテーブル並べちゃおうか。この100枚。というわけで、並べたいと思いまーす。はい、それでは行きたいと思います。今回はね、手袋を使わせていただきますね。じゃあ、行きます。
普段こういうチャレンジやるときって絶対に口の中が怪我しないような食べ方するんですよ。今回ちょっとあまりに耐性がなさすぎるもので正直今結構口の中きてる。でこれね、味はめちゃくちゃうまいんですよ。ちょっとスパイシーでなんだけど、あのなんていうの、あのなんていうの、切るあの円盤みたいなのあるじゃん、ノコギリのシャーみたいな、あんな感じでなんかガツ入れるとガッサー切れるから、そこに辛いのギューンきて、もうすっげー、もうこれこれね、このうまさまさに大炎上級ってね、これ間違ってないわ、これこれね、この大炎上級間違ってない、これ本当だった。はい、というわけで、まあなんとかこれできましたけど、いやあのゆっくり食べましょう、味は美味しいんで。はい、いや勝ったからちょっとやったって感じじゃない、ちょっときついっすわこれ以上マックスでした。有楽舎さん、ソーマンさん、ありがとうございました。とってもあの味自体は美味しかったです。ただこのチャレンジも多分2回目はないな、きつい。よし、さらした。よいしょ。